ご視聴ありがとうございます。リラクヤの花澤です。ちょっとウィグをかぶっていますけれども、深い意味はないんですけれども、はい、今日は商品紹介です。以前もちょっとこのぐらいの大きさでアロマディフューザーのテポインさんから送られて、レビューさせていただいたんですけれども、またメール来まして、レビュー動画を撮ってほしいということで商品を送っていただいたんで、こちらの、まあ、今まだ箱から出してない状態なんですけども、これから箱から出して、レビューをしたいと思います。そしてレビューしたこちらのアロマ加湿器はですね、来たる2月13日のセラピストフェス2013、あ、違いました、セラピストフェス2016の、まあ、ビンゴ商品ですねとして出しますので、ぜひお越しくださいね。はい、開けるとこれだけのものが入ってました。箱の中身は本体と英語の説明書ですね。日本語はないです、英語オンリーなんですけれども、まあ、ちょっとイラストも書いてあって、ちょっと中身のこうあれですね、説明がとか使い方が英語で書いてあるという説明書ですね。それと、まあ、こちらの電源コードですねが、まあ、入ってました。これをつなげて今から使います。では組み立てというか、まあ、コードをつないぎました。そして水を入れました。でこれに、まあ、アロマディフューザーなのでアロマを入れるんですね。ちょっとライムを、まあ、何でもいいと思うんですけど、今ちょっとライムを入れてみます。2滴入れました。でこれの蓋をしますね。それからもう一個カバーをかけますね。はい、でここにスイッチがあるので、こっちライト、こっちミストってなってます。で、ライトでミスト、はい、今ライトは色が今変わってますね。シンプル版っていう感じで、多分こうちょっとこうお値段もお安いので、詳しいことはまたちょっと説明欄にも書いたりしますけれども、こういう形でシンプルな作りの小さいサイズのアロマディフューザーということですね。お値段もまあお手頃なので、ちょっとアロマディフューザー試してみたいとか、小さい部屋で、とか机周りとかで、まあ、こう加湿とか香りという機能が欲しいっていう人に向けって感じですね。きっとね、音取りますね。では作動音を取ります。聞こえましたかね。結構静かです。小さな音です。はい、というわけで商品紹介でした。はい、セラピストフェスでは私レミリア・スカーレットのコスプレをする予定でございます。ナース服みたいな感じですかね。ナースキャップみたいのをかぶって、髪の毛水色です。で、吸血鬼の少女っていうキャラみたいです。キャラみたいですって、すいません、私あんまり東方プロジェクト詳しくないんですけれども、怒りますかね、怒られますかね。レミリア・スカーレットの、コスプレをするということにいたしました。服はあります。で、羽がまだ届いてないんですけど、羽もつけて出ます。プレゼントなんですけど、いろいろいた、シアセルマ協会の方もお手伝いに来てくれることになりまして、ハンドメイドのカゴですとかマットですとか、いろいろこう
プレゼントで出ます。であとあのその方たち、そのセラピストさんたちですね、ハンドマッサージとかが私だけじゃなくてお手伝いに来てくださってる方もやってくれるっていうことなので、あの受けられる方増えます。ぜひお越しください。とっても気持ちいいですし、肌もあの潤いますし、はい、ということで結構来ると本当に得するなっていうことになると思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。気に入りましたらグッドボタンをお願いいたします。